それでは伺いましょうか。その機密について。一ついいかな。俺の提示する見返りの内容によっちゃ戦闘になることもありえるかね、アッサー殿。そういじめんでくれよ。デンマーク王を怒らせようものならこんな小国などひとたまりもないのはよくわかってる。失礼した。いや何、確認したまでさ。不思議なやつだ。誰が？そりゃおめえ、アシュラッドだよ。ウェールズの言葉を話せるなんて知らなかった。へえへえ、一番子さんのあんたにも知らねえことがあるんだな。バカ言え、知らんことばかりよ。知ってることといや、野郎がデンマーク人だってことぐらいだ。水くせえ野郎だ。十何年も一緒にやってきて何も話はしねえ。なんだ、拗ねてんのか。でけえ図体して。うるせえな、喧嘩なら買うぞ。まあまあ落ち着けよ。いいじゃねえか、あいつはいい狩猟だ。月もある。稼がせてくれるんなら心情がどうでも俺はついてくぜ。にわかには信じがたい。だが嘘にしては。直系のリディア様のお子だ。このアシェラッドには我らローマンケルトの偉大なる指導者の血が受け継がれている。するとキデンはデーン人ではないのか。ウェールズとデーンの根血だ。父オラフはかつてウェールズ沿岸を略奪し、その際リディアを愛称としてさらった。生まれたのが俺だ。コブリタニアの軍神の血脈は絶えたと聞いていた。キデンがアルトリウス公の子孫だと。アルトリウス、5世紀から6世紀にかけて活躍したイギリス先住ケルト人国家ブリタニアの軍団総指揮官である。516年、信仰著しいサクソン人、後のイングランド人の軍勢をベイドンヒルの戦いにおいて打ち破り、ブリタニアに平和をもたらした。後世に語り継がれ、アーサー王伝説の原型になったとされる人物である。貴殿の話、信ずるに足る証はあるか。私だ。この男は14歳の時、リディア様と共にウェールズを訪れ、初めて私と会った。隙のない人だったよ。長いこと親父の寝室で飼われ、病を得てからは馬小屋で飼われていた。おいたわしい。それにしても、偉大なる血統最後の一人がデーン人との根血とは。そこだよ、アッサー殿。根血だからこそだ。俺はデーン人に溶け込んでいる。つまりウェールズはデンマーク軍内に俺という工作員を持つことになる。あのボンボンを次のデンマーク王に仕立て上げれば、俺も国政の要職につける。そうすりゃウェールズへの不可侵条約を結ばせることすらできる。ああ、奴らにはこの地一歩も踏み入れさせん。恐れ入った。なんと大胆な。よくもそんな大風呂敷を。アッサー様が笑っておられるぞ。肝の太いお方だ。はあ、一つ懸念がある。デーン人の中で生まれ育った貴殿だ。デーンの血よりアルトリウス公の血が常に勝ると言い切れるかね。
その辺は信じてもらうしかないな。まあ血の問題は別にしても、俺は天神が嫌いだ。